t b s ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさんパーソナリティのジェンスーです堀井美香です毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました本当にお疲れさん、うん、寒くなってきたねはい。そしてもう12月も真ん中まで来ましたよ、えー、あっという間にはい。 毎回およそ30分私ジェンスと堀井美香さん語らい皆様から届いたメールを読み太陽の向こうがをオーバーと目指していくそんなトークプログラムとなっておりますええ今日はあの台本がしっかりといろんなことが書かれてますね12月13日はテイラー・スウィフトの誕生日とかいろいろ書いてまちょっとさこの通りに一回やってみようよいきますよね <laughs> あ行いきますよいきますよはいそんなトークプログラムとなっております、はい、さあ堀井さん 今週はどんな一週間でしたか？そうですね。あのー、本当に寒くなってきたでしょうん。だから私もいろいろお布団を出したりとか、うん、あと暖房を入れたり。あなたはどんな一週間でした、うん？私はプロレスを見て、その後名古屋に移動してまたプロレスを見て帰ってきました。えー、驚き！<laughs> もうね、やっぱりプロレスがあると人生本当に楽しいんですよね。<laughs> さて、今日配信日は十三日の金曜日。 お二人はホラー映画を好きですかということです。そのホラー映画を好きですかそうですね。私はサイモン・ペック。あれ何ていう映画だったかなあの映画が好きなんですよね。名前思い出せなさいけど、好きなゾンビ映画があります。<laughs> ええー、驚きいやお前も言えよ <laughs>、ね、ちょっと待って。そして今日は、えー、<laughs> なんだあんたそして今日は双子座流星群です。13日の夜から流星の数が増えていくみたいですよ。流星って最近見てますか流星。

ショーオブ・ザ・デッドっていうあのホーラー映画っていうかホーラー映画じゃなくて、ええ、ゾンビ映画があってホラーではないんですけど、ええ、すごい好きですミカさんはミカ、はい、さんが好きなテイラー・スウィフトの曲をちょっと知りたいなあテイラー・スウィフトの曲ミカ、うん、さんといえばテイラー・スウィフトといえばこの曲が好きっていうの?「y o u k n o w y o u k n o w y o u k n o w w o w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  <know>. a r o、ね、w ドン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 ド待って待ってンドンドンドン 一番売れた曲です。2024テイラースウィットソングです。You know, you know, wow ね。<laughs> ね今さしかもこめかみに両方の指をピストルのように突き立てながら <laughs> You know, you know, wow。私のポッドキャストの中から今絞り出したんです。テイラーステイラースウィットの曲を。 はい、テイラー・スウィフトのどんなところが好きなんんでですすかスーさんはそうですねテネシー州出身っていう赤い州の出身にもかかわらず青い州の、えー、と候補者をちゃんと押すっていう勇気のある発言を、えー、カントリー出身のアーティストながらにしたところはすごく評価してますが、まあ、いろいろプロモーションとかで書いてはマーケティングしすぎかなっていうところもあるんで、まあ、あいつは結構作詞だなと思ってます。やっぱすすごい一言言ううとと長く返されるんですねワオは違うよ <laughs> 大掃除の日でもありますけどえ今日大掃除の日なんですかいい情報だからこういうねやっぱりこういうふうに書いておくっていうのは大事なんですよ。 え？大掃除しないでしょあんたどうする？大掃除はしません。毎日だって毎日お掃除ですから。こいつき汚れてないから。もうもはやもう今あのね断捨離ってこう思い出のあるものは捨てちゃダメだってこうあの高まりさんなんかあれその言いましたけど思い出のあるものはスパークルするものね。そなんかねあの感情あの湧き立つものは捨てちゃダメだっていうじゃないですか。私も思い出からもう思い出をもうもう処理するところに入ってきてますから。もう枯れしの緑が怒ってたそれ。全部。 <laughs> あの何、ー、て言うんだろうアルバムとかですね写真とか、うん、あとなんか昔の日記とかそういうの捨て始めてますから「うん、えええ昔の日記」昔のシステム手帳とかこれねおばあちゃんになって、うん、おばあちゃんになって見るんじゃないかって思い始めるでしょ、うん、見ないから。 未来で死んでいくんですだから捨てた方がいいですどうせ子供たちの手に渡ったところで捨てられちゃうんですからな、うん、ったらばカロリーを少なめにして早めに捨ててあげた方がいいと思って自分のものを全部全部自分のものですよ自分のものを全部捨ててます、うん、すごいよねもう、はい、だってモデルルームみたいに家住んでるもんね,んねそうですあれで緊張しないのえ家の中で緊張しないの なんか突然としてた方が落ち着くみたいなあるじゃん。うんと朝起きても掃除しなくていいし夜寝る時も掃除しなくていいし楽です。もう掃除のとこだけ優便だねなんだね掃除ババア。<laughs> 町田の掃除ババア。お掃除はこれからどうされるんですか。うちぐっちゃぐちゃですわ。 もう本当に。毎週金曜日に実は、少しずつやろうと思って、計画全部立てたんですよ。ええ、今日はキッチン、この日は玄関と、なんとか、お風呂とかってやって、はい、全部スケジュールた立てたんですけど、まあ、ことごとく金曜日に仕事が入って、<laughs> 結構私は本当今回は、ね。 今日これが配信されている13日の金曜日っていうのが一番大,、はい、大きな山だったんですよ。えー、でここでガッツリやろうと思ってたんですけど、えー、その前が全部ダメになって、えー、どうしようと思ってここにも入りました。あ、13日の金曜日にも。はい、13日の金曜日。祟りが。うちまた父親が検査入院しましたので。えー、しかもあの気がついた、うん今も入院したっていう入院事故報告ってちょっと新しいパターンが来まして。<laughs> ええー、っていう。 何全然追いつかないんだけどっていう事前事中に続く事後報告で13日に退院するんですけど退院は自分でできないのでそこに行かなくちゃいけなくなってあの今日だからこれが配信される前には退院作業私が怒ってあげましょうこら正男正義です。<laughs> 正義でしたでもちょっとかすてました正義,正義と書いて正義っていう感じこんな名前負けがいるかっていうですねジャスティスからもっともほど遠い男を正義って書んですよいて正義正義なんですか非常にですねですもも名前の意味がないですよね本当そうなんですよ本当にそう思います本当にどうして親は何考えてるんだってすごい反骨精神ですよね本当に正義であってなるものかと思って生きてきたわけじゃないですか マサヨシ、俺がルールだ。生き <laughs> てきて、こ結果気がついて入院してるってことが起こるわけです <laughs> ジャスティス、ジャスティスマサヨシ、しっかりしなさい。うん、しっかりしなさい本当にもう本当にね。<laughs> さあというわけでサッカーの J リーグは神戸が連覇達成、<laughs> クラブ初。 6クラブ目の改挙ということなんですけどいやーもうこれはねサッカー J リーグやっぱりサッカーといえばスーさんですけれども私はですねすあの正直サッカーについては疎いんですけどただものすごい今憧れてる生き方があって、えーえー、ブンデスリーガとかああいう海外のヨーロッパのアメリカ日本も多分そうだと思うんですけどサッカーファンの人たちってシーズンがあるじゃん、えーはい、前その話おばあさんでもちょっとしたけど、はい、でファンの人って全部試合見るためにシーズンオフに働くんだって。はい あえー、めっちりでシーズンがオンになったら全部退同していくんだってええー、最高じゃんすごい私プロレスでそれできたらどんだけ幸せと思ったらプロレスシーズンなかった全 <laughs> シーズンですね<う>オフが欲しいですねあなもね365日見て回ってたら金がなくなるんですけど、えー、ちょっとそれは本当なんかキャリアなんかどうでもいいもうその期間中にずっと働いて、えー、あと全部選手たちと一緒に回ってああそれは素敵です絶対 いやでもこれはもうあなたもなかなかのやっぱりこの「生活は踊るですか?」TBS ラジオでやってたりしますからちょっとこれはもう社長に掛け合って TBS ラジオの社長に掛け合って私はプロレスをメインにした生活の故を作りたいとそれに関してはいろんなところでラジオやっていいですかっていうことをなったらそれはあなたあれですよいろんな九州だったら OBS なんとかとかね系列局があるわけじゃないですか。 迷惑ですああ、全日ここ岩手くるからこの日すー来るしい。IBC お願いしますみたいなことでいいじゃないですかそういうやり方ももうありですよノマド式のねそうです俺が JFN だっつね FM だっつのそうですよ俺が全国にジェンスといえばノマドだったじゃないですか私というのはバハンですよどっしりどっしりねここにまだ今日肌ツヤツヤしてるあそうですかツヤツヤですかなんか 入れたなんか入れたなんか入れたいや何にもしてないです。もなんか入れたのみにつけてしてる。あそうですか。ちょ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 っとでも最近たっぷりたっぷりあの塗っております。あいただいたもの。ちょっと待ってくださいいいですかあの量で変わるような肌質だったらちゃんとケアしろ。あのねそれもね朝晩朝晩あのなんかもうしょっちゅうやっていてまあ名前ここまで出したいんですけどちょっと今やめておきますけれどもたっぷりやってますすごいあのお肌いただいたものですけれども。 それもですね、はいはい、まあジェリーグは、まあ私もですね、あの町田ということで。<お>はい、町田ゼルビアというサッカーチームが。が、はい、そうですよ。はい。あのー、まあ、いい感じで、いい感じになってるという。情報しかちょっとわからないですね <laughs>。認識が甘いですよ、本当に。<laughs> あの、ままサッカーファンを、<laughs> あの、イライラさせない。でくださいよそう,そうだ。それは良くないです。です今、私は、そ何か、誰かが好きな、何かのものって、ものすごい敏感になってました、ね。そうですね。これは。 ここの側面は何て言うんでしょうかサッカーファンにとってはそんな言い方をするなっていうことですから今さ B リーグめちゃくちゃ盛り上がってるじゃんバスケの話今度。そうなんんんんででですすす高校にもあるよーグ私ののの友達妹ささ旦那が コーーチチなのよ、えー、バスケムでだけどコーチになり始めた時は、えー、もちろん B リーグ立ち上がってはいたかいないかぐらいでまあそんなにお客さんも来ないでも一生懸命頑張るんだと、えー、ここでなんとかバスケットのカルチャーを、ね、あの根ざさせるんだって言って一生懸命やっててでもあのまあい何引っ越しもしたりとかさそのコーチのてかのとこ雇われたりとかさ、えー、いろいろ大変だったんだけど今チケット取れないって頼まれるんだって。 す,すごい、ね、ジェルビアも人が来ない、うん、あの天空の球場っていわれある、はい、サッカー場って言われてるの結構遠いんですよ野津田っていうところにあるんですけどもね、はい、あの皆さんこうあの駅から歩いて行ったりバス行って行ったらもうなかなか遠いところなんですけどどうやらモノレールが通るらしいんでです<お>そそのの球場までただそのモノレールが通るっていうこの建設状態がもう何十年も続いてあの。 やりっぱなしのやつがあるんですから、はいはい、まあでな都市伝説みたいになってるんですけど、うん、私たちのママ友のランチ会では、はい、とうとう通るとモノレールが、<あ>とうとうそこの球場まで通るんじゃないかっていう話で、<う>多摩からね町田の方まで引っ張っていくんですけれども、うんうん、まあこれも本当ママ友のランチ情報ですので、あのまあしっかりしたところは自分であのヤフー検索されてください。まあでもあのママ友のランチ情報ってのは一番強いですからね。そうなんですよ、はい。あの一番やっぱそこが現実性が思ってますから。えー、だからやっぱそのスポーツ。 がね、はい、あの地域を動かしたりとかその地盤を作ったりするわけじゃないですか。うん、まあでもその私ゼルビアの今その天空の話は行ったことないんですけど知ってるんですよ。あなんでなぜなら2023年にガンバレプロレスと FC マチダゼルビアがコラボしてるんです。<ー> <laughs> つれだった。<laughs> すごい。2023年ガンバレプロレスとゼルビアがどうコラボするんですか。なんかねあの サッカーの試合の前にプロレスをこうやるみたいなあたあじゃあゼルビアのその,野下の公園でやったんですねそ,うそ,うそ,うでその時私確かあなたと一緒でんか仕事だったのよ、えー、行けなかったんだけど行った人たちがもうすごいもう、えー、の山伏みたいに山登ってってえ待ってえっ何ど,どうやってこれみんな行ってんのみたいな <laughs> 私もちょっと降りたことがあのちょっと行ったことがやっぱり町田市民なのであるんですけれどもまあ車で行くのはやめて。 やめた方がいいんですね。駐車場がないか。だから駅を使っていかなければいけない地元の近い駅をそこからまたバスに乗る。そこからバスに乗るのは大変ですから。あの山を越えていくんです。そうそうそう。バスがま混んじゃうから山を越えてですね。もうこれどこに着くんだというところとこう開けてきて休あの休場が見えるんですよ。そこでプロレスやってたよ。ええあのカブっあ結構話せますね。サッカー J リーグでいきなりいきなり見たコメントですけどあハンターハンター 再び救済です。これはするシ。ハンターハンターが再び救済です。これは困りました。困りました。で、も次行きましょう。これもファンの人たちに関しては触れられるとすごい嫌な話だと思うんで、わかんないおばさん二人がえわかんないとかいう一番良くないです。ハンターハンター勉強してきます。本当に本当に。そして2020年がもうすぐ終わります。お二人どうでした？最後が雑。お二人どうでした？どうでしたか？ ざっくりですねそれはざっくりですよそんなざっくり言われても長者尺は喋れませんよ知り合い同士だったら喋れますよ同じ分野だったらそうですね、はい、まあでも2024年どうだったって正直覚えてないです、はい、あ、覚えてないですねあ、言った私ちょっとこれはいろんな各所で言ったり、えー、書いたりしてるんで、えー、もうあの SNS とか見た人にちょっとまたかよって言われるかもしれないですけど、はい、クイズ2024年、はい 年末までこれから行くものを含めて、はい、私何回プロレスに行ったでしょう<ー>現地観戦です。なるほどえー、っとそうですね365日ありますから、はい、え何日行ったか 100! あの、ね カリアちゃんと同じ発想。どういうことですかあの生活をどうのカリアプロデューサーと全く同じ発想で。冷静にかけてください。3日に1回は行ってねえだろ。うん、週に二日以上で。同じ回の飯を食べてるカリアですから。週に2日以上でしょす <laughs> あ、でも、でも、何日ですか何日に1回行ってるかって考えたら。いや、でもあなたすっごい行ってましたよね。だから。82回です。うわぁ !82 回でした。すごいですね。はい。 地方もも含めてですもんね大体ですねあの東京で見てそこから仙台に移動するとか、えー、どっかからとかそういう無茶もやってるんですけど、えー、売れっ子のインディープロレスだと大体移動が一緒なんですよわ <laughs> <laughs> かりますあのイケメン二郎の試合を見てで、えー、次にのな一番ハードコアだったのが、はい、岐阜で試合を見て、うん、その後その夜に、うん、戦場の大会で新宿だったんですよ。うん、でここが どっちもイケメン二郎が出てる。うん、イケメン二郎が出れるなら私もいけるっていうのを見て、<laughs> 見て、イケメン選手がいけるんだったら、うん、同じ人間だもん、まあ、そう、同じ人間、はい、なので、いけるはずだって言って、 でイケメン選手は、あの、入場曲が福山雅治さんのハローなんですよ。ジャンジャン、ジャジャンズジャンなわけですよ。でもう、そってギフ終わって、まあ、正直、イケメン選手は自分の出番が終わったらいけるわけですから私は最後まで大会を見るわけですよ。だか,らかなり不利なんですけど、もう走って走っていって、うん、もう新宿フェンスにズサー って音がでるぐらい入ったぐらいじゃん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 いやマニアックですね。やっ <laughs> そのギリギリのところで生きていく感じがいいじゃないですか。はい、そうですね。ね2024はそうですね。あの、うん、ギリギリのところで生きていくっていうのは本当にぴったりの言葉ですね。すごいね。あの去年ぐらいはこう押しがいしっていうのあったじゃないですか。はい、今年はなんかこう応援するものとか夢中になるものあったんですか。 今年応援するものですか？今年。キュンキュンみたいなのなかったですか？キュンがなかったですね。農キ,キュンでしたか？納、はい、キュンでしたね。うん、まあ来年もないんでしょうね。分かんないじゃん。その決めんなし。うん。なんかもうみんなもう見えないなんなんでしょうね。見えないのは度数が合ってないから。はい <laughs> 見てない、見ないようにしてますし、うん、あの見てないんですね。本当にそこ意識すごいよね。ちゃんとコントロールするよね。なんかさ、欲望の蓋がパカーンと開いちゃって、自分が思わぬ方向に進んでしまったみたいなことないんですか。うんとないですね。はい、面倒くさいんでしょうね。 なんかあった時のことをい、ね、はい考えると、うん、あのあだからもう、まあ、それの話よくしますけど、うん、あのラインとかするのもめんどくさい<ー>待ち合わせするのもめんどくさいあんたとかだったら全然いいけどいやなんか何ですかいやでもその キュンキュンしたりとかざわざわしたりとかっていうものを好む人と、はいはい、本質的に好まない人ってすごい分かれるよね。ああ、そうですね。私の友達で一人もうすごいそれが嫌なんだって。あ、すごいわかります。だってだから恋愛もののドラマとかも、うん、ええいって感じますも、うん。<laughs> <laughs> なんでんだよ。わかんないけどダメなんだってね。ダメみたいですね。ねで自分の生活の中でもそういう、えー、だからそのいわゆるあの。 我々世代ならわかるチュクジュンっていうあのダララララみたいなことのシーンが自分の日常生活で訪れるのが本当に嫌だの。本当にそうですね。だからあの結構ですって感じです。そうそういやいやティッシュッュクばらえてんじゃないんだからさ。<laughs> ででそういうできるだけそういうの避けるように振る舞ってるし選択してるし生きてるっていうした私なんかもちくちゅん探しずっともあの鉄のさちゅくちゅんちゅくちゅん言ってますもんね鉄のさ銀杏とかひカチ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 ッとあるじゃんハサミみたいなやつあでもちゅくちゅん教えかいちゅくちゅんちゅくちゅん走れってだだ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 ただ踏むと臭いけどね一応はそういやちゅくちゅんも踏むと臭いですよ つ <laughs> もり、ね。そうですね。もう私は本当にちくちゅん大好きだから。いや、だから、それは、あのう、うらま。うら、ん、や、まあ、しくもないです。別に。でもなんか、本当違うよね。あれ。はい、あで、別れます。私の友達も。えー、本当に、そういうのがもう嫌だし。えー、自分の、心をざわざわさせてほしくない。ああ、もう、本当、その人とは、は、うん、その人と、ずっと、なんか、あの。 なんか具体的なことについて話した,たいです。<笑><笑>リアルな具体的なことについて。<laughs> い私たちなんて <laughs> もしもの話し口じないもん。<laughs> 築地の、築地からの、もしも、なんですね、もし。うん、築地の胃腸が、どうのとか、もう築地を探しじゃなくて、この胃腸をどうするべきかとか。この木はどういう風に切ったらいいかとか、どういう街並みに影響があるんだみたいなことを話してたいです。私たちだ、私、その、ああ、きれみたいなことじゃなくて。築地のことは、ね、あのさ。 あの銀の落ちてきちゃどうする、ま、ね。あの銀の落ちてきちゃやばいよね。あの銀の落ちてきちゃあれ落ちてきちゃう。どうするっていう話で3時間行けます。まその、あ、みちこチューンを、まだチクチューン未満のミチコチューンは、みチコチューンですね。ミチコチューンって何ですかミチちこチューン。ミクチュン未満です。ミチこチューン。ミチコチューンだと思いまですけど。<laughs> そんな DJ じゃないです。 っっぽいがちて完チューンになって、うんえー、私はそれあ,のあなたたちが話してる時にここで別々、一二 1234561+2 はさ 3+5 は8っていうふうにあの自分の脳トレをしてます。現実ななんんだだよよねでですすそうから私ほんと今、うん あのこの前ねあの取材を受けて、はい、どんな本を読まれますかみたいな取材だったんですけど映画も本も私本当にリアルな話じゃないとダメだってことが聞<ー>今まで全部見てきてしっくりきてるのって、うん、リアルな話とかまあドキュメンタリーともちょっと違うんですけどうん、うん、そういうってやつ、ね、そういうことなんです、うん、全然違う,もう全部、ね、だから小さい頃私電気が好きだったの <laughs> 電気が好きだったのよあのなんてのよよあメルヘンな小説よりもでも母親がもうそれを喜んで、うん、前巻買ってきたもんだったから毎日毎日ね、うん、図書館から一冊ずつ借りて読むのが好きだったんですけど「うんねうん、あら美香ちゃん電気が好きなのね」って言って母と父がドーンと電気全集を「勝つ回収」とか買ってきちゃったからもう <laughs> 一瞬にしても読まれ もうこういうことじゃないんだよなと思って、いまだにこう色あせて実家に全部置いてありますよね。捨てるよ、それこそ。そうですね。自分のものいやだからさ、実家のものは手、もうそれはもうみんな手すか。実家のものには手をつけるなっていうね。そうだから手つけたらないとやばいよ実家の。ものそんな2024でございました。はい。クリスマスの思い出。ちょっとすいませんあの一回ちょっと小休止してもいいですか。ここまで走り切ったんで結構息が上がってきちゃって。あクリスマスの これいいですねやっぱりこの「えー、とよっちゃんに」よっちゃんに書いて今日は何の日よくラジオで台本とかにこうやって書いてるじゃないですか、うん、たまに、うんね、今日の誕生日とかもね,ね,ねフリートークがない時にまあでも待ってくださいよ、はい、それを五十会員が聞きたいか全く別の話 <laughs> でもね今相当あのいい話しましたよ今日結構耳つるつると思うよ滑って滑って目が滑るじゃなくて耳がつるつる滑ってると思う いや私はあなたのあの話とかすごい良かったですよ。いやだからやっぱり蓄中吐かそうじゃないけど <laughs> 今日はアンケート取りたい。いわゆる <laughs> ああそれやりますよ。うあの日常の生活に、はい、もしもと仮定するような、はい、いわゆる自分の心を大きく揺さぶってするような恋物語や出会いやトラブルや、はい、トラブルとかでもいいです。はい、あと対立とか、はい、そういう非日常的な日常をえっ、ー、と壊していくようなものっていうのが好きな人と。はい それも何にもいらないと毎日同じことを繰り返すって人とどちらかのあこれはいいですねそれ理由も書いています蓄充前蓄充後っていうことですか蓄充破壊の半蓄蓄充ですねそうですね半蓄蓄充蓄充なんかそういうものがあったときに蓄充ってするかそうしんってするかだってみかちゃん向こうから蓄充がやってきても目は合わせないじゃんうんとか意識にも入らないですすごいよねはい ちなみにもう回転寿司の寿司カラッカラでも全部 <laughs> チクジュウンだっつったらカラッカラのチクジュウンでも取るよ <laughs> もうガラッカラの回転寿司で何にも回ってこなくてもうパリッパリに乾いた身が反ったようなチクジュウンでも <laughs> チクジュウンだっつったらバーって撮る私は回転寿司回ってくる何で私のとこに来てんだろう私のとこ回らないと逆回転すればいいのにって思いますねなこれ何なんでしょうねセンスのねそうですね 私はトラブルは起きやすいんですけどそうなってくるとでもなんて言うんですかあの喜怒哀楽の感情みたいのがすごく動くわけじゃないですかそうだそれが好きなんですよ別にドラマ体質ではないんですけどあーなるほど私が取り乱したりとかのお泣き叫んだりとかっていうのはないんですけどなんかやっぱり いやもう本当にドリフのもしもしズンが悪かったと思うんでね、本当に、元凶 <laughs> はドリフだと思う。どういうことですかあの若い方ご存じないと思うんですけど、<laughs> ドリフの昔、テレビで、はい、あのやってるやつ、もしもまるがバツバツだったら、はい、って言わてるじゃないですか。 でそのコントがすごい好きで、ええええ、もう具体的には覚えてないんですけど、でその高等無形の話があったりとか、ええ、なんか意思が疎通してないのが面白かったりとかがあったんですけどで、そのもしもっていう概念を私に教えつけたのはドリフなんですよ。ああ、私はだからやっぱりドリフでも、あの、江本明と、あの、死無犬の、あのー、<laughs> <そ> <laughs> のお座敷ゲイコのあの蜂を囲んだコントが大好きだったので、はいうん、やっぱあそこは何もないところであの何もない空間で何もなく喋ってるっていうコントが好きでしたから気づきました私たちあれになりつつあるんですよ <laughs> 芸のないあれになりつつあるんですよ <laughs> 姉さんなんとかって言いながらっていうもうお二人とも奇跡に入りましたから <laughs> そうです、ね、我々が行くところですちょっと一度あのカツラをかぶった自分たちっていうのを見てみたいですね,ですね,ねひどいもんだと思いますね本当にねそうなの、ね、そうか。 ね、これ面白いですか。うん、分かその友達ではとにかくだ例えば男3人女4人みたいな、えー、ちょっとバランスが数のバランスが合わない何だかの仲良しグループがあったりしたら絶対にその場で恋愛感情がを相手に喚起させたり自分が持ったりしないように細心の注意を持って振る舞うんだって。うんうん うん、絶対にそう来ないよああなるほど恋愛感情の上下みたいなのすごい苦手で私そこまではセンシティブじゃないですけど、うん、まあ基本あのなんつの別に何の感情もないのであの何にも来ないってい,いやもう私なんかじ買い出しに行くじゃあ、あのー 酒足りなくなったから買い出し行こうぜって言われた瞬間に私のこと好きなのって思っちゃうぐらいのちくちゃんにきますよ。そうも,もうもうちくちゃんのタミを食べますよ、えー。買い出し行こうぜって言ったらえー、っと私えー、っと手数料として何百円も払わせればいいみたいな。<laughs> えー、ちょっと行こうぜあの買い買い出しとか言われたらもうちくちゃんですよ。はい、えへ、ー、そうなんですか。それぐらいあのガツガツしてますから。いやでも。 本当にそれはだからいいいいことなのかもしれません。あまあ新陳代謝という意味ではあの世話しないですよね。単純に、えーえー、世話しないですでも。毎日楽しいわけじゃないですか。そうですね。で、うん、ほとんどが全部妄想ですから。ええー。あの実行に移されない妄想ってことはポイントですよ。<laughs> なぜそんな大きなトラブルになってなくて、あまあまあそのステイブルな恋人とそれぞれ長く長く付き合っている方と,いうとあのその。 そういうことの間に起こるチクチュンは全部脳内で処理されてるのでなるほどあ別にパートナーがいるときに誰かのことを好きになるとかじゃないですよ、はい、その間にが空いてる時があるじゃないですか、はい、そういう時にちゃんとした人に会うところまでは全てのチクチュンは脳内でもう最大に発酵されて蒸発して終わるっていうじゃあちょっとチクチュンチクチュン<地>おはチクチュンじゃないかっていうのでうチクチュンはのチクチュンですねの、ねうん、チクチュンかはい チューンから撮るのか、ね、完熟チューンから行くのか、はい、その辺もそうですねまあでも美香さんはそうだっのたのかい、はい、私はさっきあ,のあなたのえっ、ー、と,、えー、と本をねちょっとコピーしたものを、はい、あのー、本当にすぐそこでちょっとコピーしたんですよあのコンビニで唐突になんですか 折りたたんでカバンに入れたまでは覚えてるんですけどこれ,これさあのあ下手な編集したなって思われるぐらい話が変わってるけど <laughs> でビタイチこが編集されてないからね突然あのおばさんあるあるの全然限らない話を話したい時にするやつだからいや聞こう聞こう何どうしたのねコピーはしたけどあのねあなたの貴様 貴様はいつまで女子でいるつもりだ問題を私すごい文章だなと思ったわけですよ。ありがとうございます。今回その話をしたかったわけです今回。たまにはいいじゃないですかやっぱり深みという意味で台本の深みという意味でですよ。ね。けれどももう今相当しゃべってしまいましたけれどもね。 はい、でしかもその方コピーしたのがし,あのしてんかカバンに入れて1 0 0ルぐらい歩いて本当に TBS に登ってきたらどこにも寄ってないんですよ。ななのに原稿がないんですよってことはどういうことはといますいや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 それは絶対に撮ったんです私は私はもうこの2024年何に気を遣ってきたかっていうとタクシー降りる時絶対見る。 コピーやった時は絶対見るっていうことを必ずやってきたわけですそんな2024だったですね、うん、はい、だから必ず入れたんですよ、うん、なのになかったんですよてみてみてどうしたと思いますないんですよもう何回も見たけどだからちょっと赤坂の途中の1 0 0ルで舞い散ってるんですよあなたのエッセイが最悪じゃないですか大迷惑ですよ <laughs> 10枚ぐらい何の嫌がらせですよです <laughs> 今日風が強いですから、はい、いろんなところに飛び散って、誰かがそういうメッセージをもらってるわけですね。あんたの、あんたの。<laughs> メッセージです、あんたのコピーです。え、どこ、本当にあるんじゃないですか。いすいやパソコンない、ない、ない。いやいや、そんなことはないんですよ。本当になくか。もう一回全部出してみな。で、ね、その、うん、その、だから。ないんですよ。どこにもないんですよ。か私はちょっと今、うん、道すがら行って、どこに。

話したかったか話したかったから。今日、これ、もうね、四十分、か五十分喋ってますか。あんた、そんな。喋ってますよ。喋ってます。急に。今日は大丈夫、まだ三十分ぐらい。急に、今西から東へと。来ましたけど。来ましたけど、いやいや、西から北へと。どっちでもいいよ。ちょっと曲がりましたけども。今日話したかったのは、だから、あなたが先週、えっと、まあ。この。いろいろ皆さんにお金をかけて。 もらっっててしまっているとうん、うん、イベントにしても旅行にしても、うん、それがもう本当にやっぱりなんか違う形でちゃんとみんなが集まれるっていうのも、うん、えと考えていかなきゃいけないねって真剣に悩まれていたまあ何年か後今年来年の話じゃないけどだからそれは私たちはこういう TBS ラジオの中でやってるコンテンツですし、うん、やっぱそれは収益を きっとと稼がないといけないいいけし、うん、会社の中の一つのコンテンツとしてやってるからそれはなんかこうお金ををかかけけけることをやっていいいいなななきゃゃ多分いけないわけじゃないですか、うん、でもあなたはそれをすごい心配していて、えー、と心配というか、まあ、な何かそういう集まってきてくれる人のためになることをなんかいずれやりたいねっていうのをずっと喋っていてそうですね。で、まあ、いろんな案が出てきたんですけどなんかそう。 えっとみんなが集まる場所があるといいねみたいな話もね。リアルでね。まあ今はこういう。はい ポッドキャスト聞いてるっていうことで、はい、あの共有他にも仲間がいるっていう意識を持ってもらえるんだったら嬉しいけど、はい、実際にねそういう場所があるといいよねって話をしてたの、ねえー、そうなんですよね。で私がじゃあ多摩のニュータウンがねまた話ん多摩のニュータウンが今ちょうど入れ替わりで、はい、まあ古くなってしまってここからどうしようかっていうこともあるし「うん、じゃあ一棟買い取ってあのご紹介の皆さんでそれみたいなことをしたら <laughs> あなたはもう。<laughs> 10年前にそれを、はい、あの本に書かれていた「そう,そ,うねうん、そうなんです貴様いつまでいるつもりの問題」っていうところにであの女たちでこう集まって。 団地でででみんなで住んんな住だら楽しいいいねねっててう話を書いてたんですよ、ね、そうなんです、うん、でそれをあの10年前に書いてたよって,ってあそうだそうだなんかそれ読んだことあるなと思って、うん、私もあの自分の携帯にあなたの本が入ってますから、うん、見たんですよそしたら「うん、すごいあなたはいいことを書かれていた」<laughs> でも忘れちゃったんでしょ <laughs> <laughs> でも忘れちゃったんでしょ <laughs>、ね、だからコピーしてきたんですよ <laughs> <え>飛んでったからだこの意志は誰かに伝わってるはずです,そうです、ね、今これあの種が種が飛んでいったですよ。なんていう賞だったかなうーんとね講談者エッセイ スト賞ですエッセイ賞エッセイです賞ですお受賞されて向田邦子さんと同じ賞で撮ってますからそうだそれでこう見すごい本当に良かったそれでえー、っと私が読んだところはそのアパートのえー、っとなんか何個かのこう箇条書きでタイトルなんだったかな、はい、ちょっと見ていいですか、うん、いいですよ私もさすが十年以上前の本なんでちょっと 年本出せてのありがたいねそうでそう「限界集落から始めよう」っていうエピソードがあってそれを読んだらもうあなたがまさに私たちが作りたいんかそういう居場所の提示をもう40手前10年ぐらい前でしょうかねその時に語っていてあなななた素晴らしいと思ってんかその時に言ってたのは結局その血縁って。 あと世代が大幅に違うとかで誰かが誰かの責任を持つとかじゃなくて、まあ、本来ならそれが一番いいんだろうけど、はい、なんかまあおばさんがおばあさんになった時に仲良くなんとなく。 人生の荷物を小さくして、うん、で部屋の掃除とかも自分でできるぐらいの範囲にしてやっていけばいいねまあ、ただそこから先病気になったりとかその介護が必要になったりした時のことを考えるともうちょっとあのベネッセとかの力を借りないといけなくなってくるんですけど基本的には。 おばさんたちが自分たちの得意なことで、例えば料理が得意な人はなんかこう、そうやって朝一やったりとか、あと若い学生でお金がないみたいな子たちは荷物をこう、下に運んだり上に運んだりするっていうようなアルバイトしてもらうとか、はい、なんかこう、いろいろやりながら、はいうんうん 住まいと同じ敷地内にストレージが欲しい<う>ストレージには若い男性のバイトが常駐して物を出したり、えー、してくれるとかねそ,うそうだからその、はい、コミュニケーションその時はそういう書き方してましたけどあと,あと考えてまあほら今本当に若い子大変なのそこから10年経っていろいろ変わったんです、うん、私も考え方で若い男の子っていうのはその時は、まあ、だって若い男の方が荷物運べるでしょうぐらいだったんだけど、うん、今その、まあ、若い女の子もそうですけど若い男の子たちもあの。 コミュニケーション能力っていうのものすごい求められるじゃないですか。社会でうまくやっていくのに。でもさ、ない人はないよ。本当に。<う>でもちろん、おばさん、おばあさんたちと話がうまい若い女の子、男の子の方が、うん、だって、ウェットティッシュを抜いた音をそのままマイクに入れるなよ。<laughs> ズズズズズずそうだけど、なんかそ、単純作業でバイトができるみたいなのがあってもいいんじゃないのと思ったりとか。 まあ,あとその,その時は TSUTAYA でみんなで DVD を描いてきたみたいなこと書いたんですけども、はい、配信ですよ。ねすごいよねでで全然この10年で全然違うなと思ってました。であとみんなでジンを作ったりとかさ、うん、あとそのおやきを作って食べたりとで、うん、そのうちのパンとかを名産品にして絶対マーケティングとかやってた人たちがいるからそれで考えて、うん、おばあさんたちのパンみたいな感じで外に売って外貨を稼ぐとか、うん、であとその。 シングルマザーをね、うん、みんな一緒に住んで、うん、あの子供たちの面倒というか、まあ知ったレベルで見るっていうのをおばあさんたちが受けよってもいいし、うん、でお母さんたちは外働きに行ってっていうこととかで、ただその子たちはその団地の中で住むと、うようや話とかを変えたりしましたね。大人の目がありながらも監視とかえっと濃い縁での窮屈さとかがない状態で。うん まあその時はわかそういうことは知らなかったけど多分ゴジなんだよね本当にそうだねそう思いました場所だけこう提供してそこにこうみんなが集ってきてっていうのがまああるといいよねっていう話よねで男は行ってもいいんですけど中に敷地の中に入れないっていう自分が通ってくる男の家にいういろいろ面倒くさいですからはい蓄充が起きますからいや蓄充が起きんのはいいのよ一番あれなのはこの世代の私たちだとやっぱり 男性っていうだけでまだだ多少機嫌取っちゃうんだよ社会のそ,こにかそれも書いてると思うけど社会のやっぱりそのルールとして男の人の機嫌を損ねない方が女性として立ち回りが賢いっていう教え込みがあるから機嫌取りたくもないおっさんの機嫌を,あのを取っちゃう時があるんですよやっぱり。で向こうがそれをこっちに強要してるわけでも何でもないけどでばあさんになってもそれやりたくないっていうとこですねっていうのがあって。 なんだろう「断るに断れない」はずっと長話されるけどとか「あれなんとかなんとか嫌なのよね」とかっていう時に機嫌取らなきゃって反射神経で思っちゃう世代だと思うのでまだ我々若い子たちも違うと思うけどそういうのを全部解放するために男は作っていでいことを書きましたねいやーだからそうなんかそれいいなと思ってねなんか話してましたけれども、はい、貴様いつまで女子でいるつもりな問題。 者文庫から発売中ですなんかそあの定住型じゃなくてもユースホーステルみたいな感じか場所だけあってちょっと,と東京に1週間来るんです1泊1000円とか,なんかでそう、うん なんか泊まれるとか、ねそまあ、だかそれをどう運営していくかっていっぱ地方自治体からの助成金と企業の献金とかが必要になってくる、ねうんでらか君はあの毎日こう毎週こういろんな地方に行ってやってるわけじゃないですか、はい、ちゃんとそこ話をつけてきて、はい、なんでだよ <laughs> あなたスポンサー引っ張っていださい <laughs> いやいいですか私じゃあ投稿させてもらって <laughs> あなたの話がひとしきり終わった後で。うん あの、そして、本題なんですけれども。け本題なんだ。私、前説なんだ。<laughs> あの、今、あの、聞いていただいたようにですね。やはり、あの、女性の居場所というのも作っていくということで。あの、空いてる学校でもね。そうですね。 いいわけじゃないですか。いいですそう。ね<え>。<で>古民家でも。ババアババアで、我々も近くでやすぎると仲悪くなるんで、うん、適度な距離を。えー、大型犬を飼うくらいの感じの距離ですね。大事ですそ,そうそう。大事です。ヤギも飼いましょう。ヤギも飼いましょう。ね。犬も飼いましょう。大変です。ね、すごい。私の泊まです。<laughs> すごいさ現実的な声がいるわけ。はい、で、その子がみんなでそういうとこ住んで、あの草原とかね、牧草地とかがあるようなところ、えー、夢物語じゃそうなったらね。はい、で、大型犬飼ってみんなでさ、とかって言ったら、うん、大型犬は病気になったとき、うん、私たちがもうそれを持ち上げられないからやめたほうがいいと思って、<laughs> 誰がそこまで、司祭に想像しろって言った 大型犬を、ね、<laughs> 病気になったら大変なの動かせないのよその時私たちも誰も持ち上げられないし<る>小型犬にしようって言われて<笑><笑>お前帰れって <laughs> いやでもなんか夢夢ですよ夢の国ですよです、ね、おばさんデパートみたいのも作りましたよそうですねおばデパートみたいなね もうとりあえずおばじゃないと入ないと、はあ、おばさんの好きなものばっかり子供デパートができるらしいですから何、ね、ですかそれ子供の好きなものばっかり置いてあるデパート甘やかしデパートじゃないですかそんなの <laughs> で何日か前の「日経トレンディーなんちゃら」で言ってましたじゃあおばさんデパート何や、はい、おばさんデパート地下はまずデパ地下で食べ物ですよね、はい、いやーだからそこもちょっと迷いますよね地下に置いちゃったらもう地下でも帰っちゃうからみんないいこと言うでも上に行ったら上がってかないよ いやどうでしょうかね上上に行ったら上がりませんかだから上に行ってポイントポイントなんかもらえるやつにしましょうよ <laughs> 上まで必ず行ったらポイントもらえるみた,いな私たちがどれだけポイントに疎いかってことをこの私 <laughs> <ら>の確か1回入って500円割引券みたいなのが上に一番上まで行ったら円割引券それは行きますだからあれにそう,そうあれにしましょうあの何ていうんだっけそういうの,あのいろんなとこでハンコもらうやつ。 あのもうんとかいろんなところではんこオリエンテーリングです、うん、<laughs> そうそうそうそはんこをしてかる電車でやってる上まで行ったら、うん、上まで行ったらあの千円無料券もらえるんですさっきより倍になってで下に降りて千円で惣菜買っていくっていう素晴らしいシステムですであやっぱりあれですよねウエストゴムだけの服が置いてあげあそうですそうですおばさんの好きなものだけ置いてほしいですいいね。はい あの書店は書店はだからその要するにえわらくとかはるめくとかそういうのしか置いてないです、うんうん、いやそれはダメですおばさんは自分がおばさんのものしか置いてないと思うと、はい、機嫌が悪くなるので、はい、のそこはちゃんとあのただ置いて点的なのを組ましてポップティーン,、ね、<laughs> ンで、ねもね、でもねでもね ところ的にそういうことです。90年代のジッパーとキューティーが全部揃ってます。懐かしい。懐かしい。懐かしい。いうか市川四迷可愛いオリーブ。市川姉妹な市川みよこさんな。とかあの見ながらいいですね。おばデパートは古本ですよ全部。おばデパートは作りましょうじゃあ講談の隣に。つみに頼みましょうセブの。でかいよ話で。 オーバーデパート。オーバーデパートいいですよ。すべてのフロアに喫茶店があります。あ、素敵素敵素敵。あとあの地面になんか座れるカーペット敷いてある椅子だらけです。椅子だらけだし、あの座るとこかろだし、立ち上がる時の椅子も全部あります。あと試食が多い方がいいですよね。全部試食試供品。 試食と試供品で回るデパート。売り上げ立たね。いやい立つよ。みんないいと思ったものにはお金を出しますから。それで全部のフロアにあの喫茶店あるんですけど、はい。ワイヨー、ワイヨなあ、ケーキやミツケーキやミツケーキやミツって。最高じゃないですか。最高ですね。トイレが多い。あ、いいいいですね。トイレがだからたくさんあって、ゆっくりスペースのね。そうですそうです。 そうですね催しもいのもやりましょう祭事いいですね祭事をやりましょう 1>, 1月何やりますか一月の祭事お正月秋川さんのソプラノショです、はい、待ってるんですそれ祭事じゃないノー,ノールシーです,ですそれあの <laughs> 祭事祭事は北海道物産店とそう,うです市川 <laughs> さん秋川さん秋川さんは、うん、あの入り口に あのー、秋川さんデパートの営業やんないでしょ<え>絶対僕はも私のイメージではデパート買い取るのは三越級ですから、うん、すごいとこ行きますね、はい、さっきから原子がどっから出てくる<え>あとのあれですかやっぱりショーはだったらだとするならばおばさんたちが楽しめるような人たちが来るショーが見られる小さな劇場を作りましょうよ 作りましょう、三越劇場的な。中にあるやつ。作りましょう。で、それがあって、えっと、それ。以外になく、喫茶店とトイレと。素敵。下着もいろんな種類が売ってる。ええ。叔母デパート。叔母デパート、服もいっぱい売ってる。うん。でも、そう、特化したものいいです。そうですね。うん。ちっちゃくていいです。あの、岡田屋ぐらいちっちゃくていいですよ。 新宿の岡田結構大きいけど。うん、そうですね、岡田屋ぐらい、ね。牛座は岡田屋ぐらい,ぐらい。そうですね。うん、オーバーデパートいいね。ちょっとオーバーデパート。うん、はい。奥あの最上階のレストラン。うん、ああ<ー>、これ見ますかね。これはい、ね、きますよ。これはでもチェーンもそう、うん、だからここも難しいところですよね。うん、あのあのいろんなチェーン店に入ってもらうとやっぱフードコート的になってしまうので、そうですね,そ,うですね、うん、そっちを選ぶのか昔の 良きデパート時代の,あのレストランもホットケーキとか出てくるようなところを選ぶのか、はいね、いわゆる同じところでいろんなものが<う>あっうなぎとホットケーキが一緒に食べるですあっちの方がいいわそうしましょうそうですねそれですわ、ね、でカレー はい、甘口甘口もありますね量が全体的に少ないんですよ<ー>おばちゃん残すからおばちゃん最高じゃないですかなんでだってこの最上階まで上がってくるまでにずっとお茶してますから <laughs> アンミストケーキずっと食べてますから最上階のカレーってほんと一さじでもうお腹いっぱいですよ <laughs> スタンプラリーもしてきますスタンプラリーでしたそれで劇場でショーを見てなんか買って惣菜買って帰るババーで隣がおばホステルがありますからそこで泊まってってねすごいですねそれがもうシムシティだと町田をそうしちゃえば町田をおばさんの町にしちゃったらもう60歳以下住めないっていう。 いや、だからね、まあ狙い目といえば、狙い目ですよね、あたりはね。そうですね。でも多摩ニュータウンとか、そっちを探して。そうです。多摩ニュータウン、町は近いですから、あの、シャトルバス出しましょう。おお、いいですね。シャトルバスさえあれば、私たちどこでも行けますからはい、はい、そうしましょう。そうですよ。うだから、あの、ちょっと、ちょっと、まあ、いろいろね。ここから先ね。どうしようかね。まあ、ていうか、なんかその。こう。 ななんだろう前もちょっと真面目な話しちゃうけど F1 って言われるよ若い女の人たちっていうのが世間ではその価値が高くて当てにされてましたっていうのをテレビの視聴率もそうだし物を買うのもそうだしみたいなそっから外れるといつの間にか消えてしまうみたいなところがあったけどそうじゃなくてそんなところのカテゴリーはぶっ飛ばしたところで私たちが存在があるよっていうのを、まあ、結果論だけど大場さんやっててみんなに感じてもらえてよかったねと。うん、ただ 購買力がありますよだけでではやっぱりダメだと思うんですようん、うん、それはそのうちらが仕掛けることではないと思うんだし、うん、あと結果的に楽しんでお金を使ってもらえるんだったらいいけど大、うんうん、バ田さんのご自家には購買力ありますっていうプレゼンの仕方は絶対良くないなっていうか望んでないなと思ってそうじゃなくてせっかくやってるんだから、うん、まあそれこそよくあなたが言う10年後どうなってんのっていう話でさ。うんの時に まあさっっき言ったその居場所みたいなことっていうのはできたらいいねね、なんかその居場所に変わる何かちょっとここからね考えますか私たちが一個ずつ回っていくのかちょっとよく分かる <laughs> それ絶対面白いよね。 ミカちゃんもこの間言ってた人笑っちゃっただもうだってさ初期の話ですもんねそれねそなんか「バンに乗って全国回る」とか「う,もう辛いよ私たちバンに乗って全国 <laughs> もう背中ガチガチ <laughs> 電車使わせてくれよ」予算はないから車中泊です<そう> <laughs> で行って北海道から沖縄までずっと1年ぐらいかけて私とミカちゃんが「私はあのスーパーの前でみかん箱の上に立ってそうですよご助会員の皆様ー」っつって。 まあそういう生き方もある。そうですね。うん。まあなんかあの辛くならないように続けていくって言われる五十海さん私もそうだと思うんですけど、みんなみんなそうね。あの私のベストバイのメールをね、はい、ちょっと読ましてほしいんですけど、はいはい、すいません。あのスーサミカさんこんにちはおばさんネームエリヤシサムコと申します。実は一年以上ぶりに先週の配信を聞きました。 昨年精神面の調子を崩し数ヶ月休職したのですが休職前しんどさが増すにつれて大ー座ーさんを楽しめなくなる自分がいました思い返せば一昨年にも大ー座ーさんを聞くことに少し抵抗があるような気持ちがありましたヒューリックホール東京でのイベントを視聴後に最近大ー座ーさんを以前のように楽しめなくなった自分がいたがイベント配信を見ることができて本当に良かったという感想のメールを送りしスーさんとミカさんからずっと変わらずここで喋ってるからまたいつでも聞きに来ればいいよと言っていただき そのの間何度も、えー、この言葉を思い出しししながら過ごしてきました先週の配信を少し緊張しながら聞き始めたのですがあっという間に心がほぐれていき誰もが座れる空席がそこにあるように感じました私もそこに座りお二人のトークに自然と声を出して笑いリスナーさんのメールに共感したり「あそれは良かったですね」とこちらまで嬉しくなったり「うわいいな」と羨望や嫉妬を感じたりそんな風に自然体で楽しんでいる自分がいました。 これまでは、戦争や嫉妬の気持ちでがんじがらめになり、自分を責め、傷つけていたのかもしれないなと先週の配信を聞いて思い、そして本当にお恥ずかしいのですが、私はスーさんになろうとしていたんだなと気づきました。うんうん、ずっと分かっていたのだと思います。憧れの人、まさにその人になろうとしている自分、でもなれない自分への嫌悪や怒りをずっと握りしめていたこと。うん、ようやくそれを腹から認められるようになったと思います。 えー、全てのリスナーに空席を用意し続けてくれるお二人に心から感謝いたします。本当にありがとうございます。前置きが長くなりましたが、そんな私の今年のベストバイは、クリスティン・ネフのセルフコンパッションという本です。 もう一度大端さんを聞きたたいと思えのののはこの本のおかげです。えー、科学的に有効性が実証された「自分に優しくすること」について書かれており公認心理師のカウンセラーさんに勧められ読みました、うん、自分を優先させることを悪と思って生きてきた私ですがこの本に出会ってから自分に優しくすること自分が安全に過ごせることを自分自身で願うことそんな練習を重ね少しずつ心が穏やかになってきていると感じます を受け入れたいと思えるようになりそしてこういった思いをしているのは自分だけではないと分かり始めた頃にチケットピアから私たちのレッドカーペットのお知らせが届き、うん、お,おばさんさんやっぱり最高と感動で鳥肌が立ちまたここに寄らせてもらいましたこれからもじたばたしながら配信を楽しませていただきますスーサン美香さんスタッフの皆様そしてリスナーの皆様とこれからも一緒にご自愛させてください長文断文失礼いたしましたおばさんネームエリアシサムコ 帰んなさいありがとう何度出てってもいいからね何度出てっても何度帰ってきても全然いいのであトラさんのイメージですよねトラジロまた帰ってきたって。でいやもここで私これ読んだ時にすごいいい一文だなと思ったのが誰もが座れる空席がそこにあるっていうのはこれもあのキャッチコピーにしてもいいなぐらいの誰もが座れる空席がそこにあるっていうのが 別にさ大盤さんにテーマも決めたりとかさしなくてもいいんだけど、うん、なんかでも「ありたいよね。ね。本当です、ね、なんかあの椅子座りづらそう」とか「私の体ではこの椅子は座れないわ」とか「あ来てや見たけど全席埋まってる」とかじゃなくて誰もが、まあ、気軽に座れる席がそこにあるっていうのはこれからの時代大事ですよ本当、うん、我々みたいな中年後年になっていくと。 どうぞ、どうぞってね。そう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 ,そうそ、ね、どうぞの椅子です。そう、どうぞ。どうぞの椅子、これがどうぞの椅子です。どうぞの椅子,どうぞの椅子っていうね、絵本が。あって、ね、あいい絵本ですよ。そうか、びっくりしたって、なんか私がまた、ゆからぬ、うん、グッズでも考えてんの。どうぞの椅子。そんな椅子つか。作らない。折りかねないからね。あんた、どうぞの椅子っていう椅子をね。また、目を合わさないようにして。<laughs> ああ。 ありですねやめろよいやでもそんなどう,どうぞの椅子ってどうぞの椅子ですって書いただからご助会員さんにどうのこうのじゃなくって、うん、どうぞの椅子って書いてる椅子って置いといた方がいいですよね町田で置いといてください <laughs> あのギリラ的に置いてくださいじゃあ私があの町のものに書いてちょっと注意されるっていうねはい。<laughs> はい、ちょっとこのセルフコンパッションっていうの買ってみようかな、うん、ねあ、えー。ありがとうございますありがとうございます ジェーンスートホリー・ミカのオーバー・ザ・サン さて車と私メールたくさん届いておりますはい、ジャパンモビリティショーのステージやインスタライブでもやりましたけれども御助会員さんの車にまつわるエピソードを紹介するトヨタさんとのタイアップ企画でございます、はい、ありがとうございますすごいたくさんやっぱり、ね、いろんなストーリーがありましてなんかまとめたいなという気もしますがお願いしますじゃあ私からいっていいですかはい、はい、えー スーサささんんんんははこんばんちはおばちおネームドサコ41歳です、はい、私は車の運転がすごく苦手です。極力乗りたくありません。うん、近場の買い物、通勤でしか乗りません。乗れません。うん、最長でも片道20分くらいの距離が限界です。車線変更も苦手だし、駐車も苦手。 そのの道なりりルルールがあったりドキドキ不安になりますさらに北海道の冬は真っ白な雪道になるので、えー、滑ったり見通しが悪かったり命の危険を感じるので極力運転しません。車は乗っているのが一番いいなと思います。誰かに運転してもらうってことはね。うんうん、そんな運転嫌いの私が数ヶ月前から片道1時間半の運転をするようになりました。88歳のおばあちゃんに会いに行くためです。 数ヶ月前から直近のことを忘れてしまったり、物取られ妄想が出たり、被害妄想があったり、病院を受診し認知症と診断されました。足も悪いので歩くのもやっとです。一人暮らしをしていますが、週に3回デイサービスに通い、私の母やおばあちゃんの妹が身の回りの世話をしています。孫の私はパートの休みの日に時間を作り、月に1、2回は顔を出すようにしています。 私の両親は私が中二の時に離婚しています。その時から母方の祖父母のうちに住まわせてもらいました。おじいちゃん、おばあちゃんには本当にお世話になりました。おじいちゃんは亡くなって9年になります。おばあちゃんは私にとってほとんどお母さんのような存在です。うん、学生の時、車の免許を取らせてくれたのもおばあちゃん。初めて車を買う時に応援してくれたのもおばあちゃん。母子家庭なのに、 手に職をつけたら一生ものだからお金のことは気にせず行きなさいと看護系の次第に行かせてくれたのもおばあちゃん、うんうん、今の私があるのはおばあちゃんのおかげです車で1時間半の道のりもう少し早く行ける道もありますが、うん、交通量も多く不安なので1時間半の走りやすい道で行きます、うんうん、初めての長距離運転の時は何日も前から地図でシミュレーションして、うん、何回も道順を確認しました 当日はハンドルを握る手に力が入りすぎ、手のひらが真っ赤になりました。体はガチガチ力が入りすぎて、全身筋肉痛になりました。判別を書きながら何とか無事往復することができ、少しだけ自信がつきました。今ではナビを入れずに好きな音楽やオーバーザサンを聴きながら、ちょっとだけ余裕を持ちながら運転していけるようになりました。まだまだ苦手ではありますが、うん、私にしたら大きな大きな成長です。うん 私が車でおばあちゃんに会いに行くと、あんた運転できるのかい免許取らせてあげたのおばあちゃんなの忘れたわ、といろいろ忘れてしまっていますが、私が全部覚えているから大丈夫だよと伝えていきたいです。おばあちゃんにいつ、どちら様ですかと言われてもおかしくない状況で、もっとこうすればよかったと後悔したくないので、できるだけ顔を見に、そして顔を見せに行きたいです。忘れてしまっても、 楽しいな、幸せだなと感じて過ごす時間を作ってあげたいです。そのために、まだまだ苦手ですが、頑張って運転して、おばあちゃんに会いに行きたいと思います。おばあちゃんの心に私をしっかり覚えていてもらうためにも。取り留めのない長い文章になりすみません。読んでいただきありがとうございます。スーさんのお父さんの介護の話を聞くと、おばあちゃんと重なる部分もあります。 離れていてもできることはあると痛感します。これからも孫の私なりにできることを探していきたいなと思います。スー美香さん、ご助会の皆さん、北海道はどんどん寒くなってきています。気温の変化も大きいので体調を崩さないように、どうぞご自愛ください。ドサコッということですね。まあまあまあ、おばあちゃんのために練習して、ね、何度も同じ道行って、ね、ゆっくりでいいじゃないですか。一時間半かけて。うん。 でもおばあちゃんのおかげで苦手が一個克服できたってことよね、うん。そういうことでもありますね。好きな人っていうのはですね、うん。 どこにででも連れれててってくれるんですよあそうね、うん、そう好きな気持ちがあるとどこにでも連れてってくれるので、うんうん、よかったねでもこれで車少し運転好きになってね,ね、まあ、北海道は雪回って大変ですけど本当にドライブしやすい道もきっとあるんでしょうからねそうねなんかいろんなちょっとずつ伸ばしたりとかり、ねいいね、ただ1時間半北海道ってったら相当な距離を。うん まあそうです、ね、多分相当な距離を運転してってるんだと思う気持ち。気持ちいいんだろうなね。まっすぐな道ピューってね自然の中走って。ドライブの予習ってよく。 やっててねマネージャーさんとかもねうん、うん、タレントさんを乗せるのに同じ道を何度も行くとかよく聞きますよね。そそうだ分、ね、か,<う>かんなくなっちゃったりしないようにね,うね緊張しながらでも今ではねナビを入れずに好きな音楽や大バザさんを聞きながら余裕を持って運転していけるようになったって。うんうん、なんんででこううやっってて車と自分たちの思いいい出ろろあるんでしょうね,うね,ねさあこちらでございますがすずさん美香さんこんんばはこんばんは。うんこんばんは えー、少し遅くなってしまったのですが間に合えば嬉しいですということでもちろんずっとやっております,ます、はい、初めてメールお送りしますお二人の話を聞いておばさんになるのが楽しみなラジオネームスンと申します車と私ということで今ドハマリしているモータースポーツと私の話を聞いてください、はい、すごい 地方在住の私は生活必需品として車と関わっていましたがモータースポーツに対しては一切興味なし人力ではなく道具なんだからどのチームも一緒でつまらなそうといった印象を抱いていましたしかし昨年生まれて初めてサーキットに行く機会に恵まれたことをきっかけにこれは人間のスポーツだと考えが一変しました。うん お祭りのような雰囲気や大迫力のエンジン音にも圧倒されましたが、ドライバーのみならず、エンジン、メカニックなど、裏方でたくさんの大人が、ほんの一瞬、0.001秒を縮めるために、必死に働く姿が強烈な印象として残りました。帰ってから色々調べると、実況やアプリでは、ドライバーとチーム間でやり取りする無線まで聞くことができて、えー、そこには熱いドラマも、えぇ、ー、そうなんだ、行ってみたすごいね。 これまで私はあくまで自分自身に対する価値観としてですが、社会的意義があると思われることをやらなければ私には価値がないと思って生きてきたところがありました。事実、エッセンシャルワーカーと言われるような業界を選んで今も働いています。他のスポーツやエンタメもそうですが、モータースポーツはあくまで工業。失礼を承知で言葉を選ばず言うと、なくなっても世の中は回りのだと思います。 ですが「サーキットでドライバーやチームの姿を見てその一瞬に火花を散らし一生懸命向き合うことはなんてパワフルで尊いんだろう」と思ったんです。よく考えるとどんな仕事も同じなのかもしれませんね。 意義を見出すことも大切だけれど、私も全力でやったと言える瞬間が欲しいと思い、ずっとやりたいと思ってやれていなかった習い事に思い切ってチャレンジしました。生活に彩りが少しもたらされ始めた気もしています。今年もたくさんの熱戦があり、時には涙しながら見たレースもあったんです。まだまだ知識が追いついていないところもありますが、楽しくマイペースに観戦を続けていきたいと思います。読んでいただきありがとうございます。寒暖えー 暖冬、えー、とのことですが少しずつ寒さが増してきました皆様どうぞご自愛ください、えー、星印グッズは日よけとかいかがでしょうかということでございますありがとうそ,うそうそうそうグッズをね何しようって募集してましたけれどもいやあれですよあの意味があるんだよモータースポーツは、はい、確かなんかやはりやってバーって走って、はいはい、で車の性能とかを、はい、なんかこう フィードバックするんだよ。それやってる会社の方に。先ほど担当の方が極限えっと極限状態で鍛え上げてフィードバックして強くするっておっしゃってました。 あんたた習してきたねここにあのメモをちゃんと書きました間違いないようにあでも私たちみたいだなと思って極限状態極限状態明日も山場今週も山場いやでもさらに磨かれることは私じゃないから、ね、<laughs> あそうでしたただ強くなるっていうねそうそう強くはなります強くはなる結局やってその順位を競うだけじゃなくてそこから先に さらに車の性能を上げていくっていうための機能もあるんだって、うんうん、まあ確かにそうかそれがなかったらそんなにね車メーカーもやんないもんね。そうですよね。あとこうやってなんかその無線の状態を聞くことができるドラマを、うん、ドラマを私たちも見せてもらえるんですね。なんかボンボって走ってるの見るだけじゃなくて。<で> <laughs> この人もだってめっちゃハマってんじゃんもそういうことですよなんかあのいろいろあるらしくって見たことあるなんか F1 以外にもいろいろあるということで全くないです私アメリカでナスカ見てますうわ最高ですもう顔中タイヤタイヤのカスで真っ黒になるっていうえったでインディペンデントなものは好きなんでんでインディーンデが好きなんでナスカはミネソタダ留学しる時あったんですよレース場でたまたま見に行ったんですかうわっつって完全に性能がフィードバックされないタイプのレースですけどあれは ブワ <laughs> ーッて音と音とええでも行ってみたい本物の音を聞いてみたいですねすごかった、えー、マジでタイヤの焼ける音とあ匂いと体中タイヤのかすな何て言いました「ナスカ」はナスカじ天津じゃないから <laughs> キックボクシングからボクシングに転向してないからナスカ天津じゃないからナスカですナスカーはいナスカーナスは何ですか 野菜じゃないです。<laughs> <laughs> ひどい。で,でもさ今聞いてる人ナスカって何っていう人があの半分はいると思う。まあでも半分はあんなスカねって言ってた <laughs> 説明したけど。いやアメリカのアメリカにあるあれですよ普通にあのモーターレースの。A, A N NAS もう絶対 <laughs> なんだっけトーキミカーとかなってそのだって <laughs> <laughs> これはちょっと目が見えないので WEC っていうのもありますね WEC は耐久選手権です、はい、世界三大レースの一つとなる、はい、ル・マン24時間レースを含む耐久レースああスーパー耐久レースだからいっぱいありますよね<う>モータースポーツの競技の種類ね。うん 水素エンジンを搭載してるんですってスーパー耐久レースっていうのはあそうなん水素エンジンを鍛えることで 話の途中ででやめ気にななりますでしょみんなすあの水素エンジンを搭載してモータースポーツの厳しい環境で水素エンジンを鍛えていくことで2サ,サスティナブルで豊かなモビリティ <laughs> 何回言ってもいいんだって豊かなモビリティ社会を実現すべき貢献ということでだからいろんなタイプのモータースポーツがあなたのお近くにもきっとあるはずだから見に行ってくださいということですね。

やっぱりエフワすごいハマってて、あの見に行ったしてますね。あなんなんでなんで面白いってとうん一人でもストレス発散に一人で行くのって言ってたあ女子がはいしました。でもこの方も今ハマっちゃって。はい、よかったです。ということで車の思い出たくさん本当にいただいたんですけれども、えっとそうなんですよグッズなんですが今回ご紹介しました。はい。 こちらはどさこさんさんも実はねグッズいっぱい書いてくれたんだけどあまりにいっぱい書いてくれたからさっき飛ばしちゃったんだけど「ブランケットガムボトルタンブラーゴミ箱ティッシュケースサングラスアームカバー芳香剤コインケース」だって。出たということであのどさこさんの案を採用しましてオリジナルタンブラープレゼントいたします。すごい オリジナルタンブラーを。はい、本日ご紹介したすんさんとと土佐子さんにはですね、オーバーザさんかけるトヨタさん。 コラボしたおらオリジナルタンブラーをプレゼントいたしますとこと。ちょっと私たちもまだ見てなくないですか。すあれ、今、絶対で、ね、吉田がまたね、意気を言うと進めてるんですよ。これは。<laughs> よし、すては吉田のシチです。ロンティーグルですか。そう、ロンティーグですか。<laughs> <テ> <laughs> そうですね。でも、あの子は意外にセンスがいいので。はい。はい、ご安心ください。ということで、車と私エピソードはまだまだ募集中でございます。懸命に車と私と書いて、オーバーアットマーク、T. B. S. ドット、C. O. ドット。 J. P. まで郵便番号、住所、お名前をどうぞ。忘れずに、はい、これたくさん来てるので、なんか貯めてね、<う>なんかやりたい,たいよね。うん、ありがとうございます。はいといったところで、今回はここまでにしておきましょう。オーバーザサンダー皆様からのメッセージ、お待ちしております。お送り先は番組メールアドレス。O. V. E. R. アットマーク。T. B. S. ドット、C. O. ドット、J. P.。 えー、o v e r t b s c o j p です。アルファベット小文字で o v e r です。s p o ティファイアップルなど番組ページでのフォローまだまだお願いしております。してないという方はお願いいたします。それではまた金曜日の夕方五時オーバーザさんでお会いしましょう。これからもえっ、ー、とクリスマスの思い出とか今年の前ベストバイベストバイの方うん、うん、募集してますんできき送ってください。 ここまでのお相手は堀井美香とジェンスーでした「TBS ポッドキャスト」